いらっしゃい、寿司食いねです。ということで、今日もね、将棋クラブ24第27期の、名人戦やっていこうと思います。今回の相手は、さあこれは相掛かり調の将棋になったね。まあ端ついて銀上がって、これは昇段オリジナルでいきたいな。まあ歩ついて、と歩ついて取って飛車やったら、おっとこれはまあ位取って、取ってついて、まあ歩の位取るか。で玉寄って、歩ついて、あーこの形か。これこっちに上がってきたらこう上がろうか。一旦ここ銀上がっといて、うん、これは銀対抗の形かな。でこの銀もバババって出ていって、この銀も出ていって支えますよと。でここついてでここついて、で金上がって、まあ、桂馬跳ねて、歩突きには金上がりがあるからね。まあ手順に飛んでいけるよねっていう。で金上がってくるんかな。さすがに銀ぶつけはないよね。うん、ということで、まあこれで仕掛けていってみますか。歩ついて、さあこれでなんとか攻めていきたい。まあ、取って歩ついて、取って桂跳ねて角上がってかな。あでもこれ角筋が通ってないからさ、どうするんやろ。金上がっていくんかね、こっちこっちからこう上がってこう上がってこういくみたいな。飛車下がって、でここも突き捨てて、金上がって、
で、この歩を取ったら、こう角なら歩ついてってんじゃないかなと思うんだけど、もし何もせんかったら桂跳ねで、桂跳ねからでいいんじゃない、桂跳ね角引いて歩歩みたいな。で金が来るんかね、金が来るしかないんかね。これさ、銀ぶつけたら銀で金で、歩つくじゃん。いや、これ銀ぶつけの方がいいのかな。銀ぶつけ、避けるではないやろ、さすがに。取って金で、こいつが逃げるとしたら、ここしかないよね。まあ、ついとくか。なんか銀ぶつけがいいのかな、桂ピョンがいいのかな。わかんねえな。歩取り込んで金なら歩叩くけど、で寄ったら、取り込むよね一応。拠点できるけど大丈夫それ。桂ピョンしたら、いやこれ歩打ちの方が分かったか、歩打ちで角が死んどるんか。あ、歩打ちの方が分かったな。まあしょうがないか。取って取って取ってって感じ。いやー、今のは歩打ちでしたね。取って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 、ここに打たれて、で下がった時に、桂跳ね銀銀金やろ。取るよね。
で取って下がって、あ、ここやったらなんか王手角王手飛車みたいなのがあるけど、まあ一番下まで下がっておきますか。切り替えよう切り替えよう、さっきの封じは仕方ない。まあでもだいぶ封得したね。どうするもんかね。封ついて銀ぶつけて銀銀みたいな感じで中央に殺到していく筋もあるし、まあ仮に7五歩突いてきたとしてもこれはもう無視やね。歩突き放置は、放置は銀ぶつけて銀銀で、角が死んどる形になるか。で角が通ってくるから もしくは歩がたくさんあるから歩つい いやーこれどうしようかな。こう仮に銀とか下がるようじゃ多分違うと思うしな。銀下がったら桂飛んでくるやろ。マジ？銀銀ん？銀銀銀って銀2枚渡しても大丈夫よね。まあ銀でしょう。
で銀でしょ。角がおらんくなったらここまで逃げてるもんね。銀金は危ない。銀金は銀いやでも大丈夫か。金金は飛車が取られそうだから危ないけど。それは一辺角で取って、そうこの時にここの空間広いよね、相手歩切れてますよねっていう話なんよね。ほー。桂馬3三桂なる同金4五桂の時にこれが詰めろになっとるよね。だから取ってくるんやろ。銀ぶち込んで、銀ぶち込んで下がって金で下がって、銀ぶち銀下がって取って、取って取られての時に角があるし金もあるから、これもしかしたら下がったら詰むけ、下がったら詰むとして、銀やろ、上がったら銀なるで、うなりから厳しそうよね。で銀取ってきたらまあ歩なるよね。銀ぶち込みたいんじゃね。
これ銀は何枚渡しても大丈夫そうやから、桂が入ると大丈夫か。桂が入っても大丈夫やね。これ動力なら飛車走って上来たら金でなんか、うん、ガチャガチャってやればいけそうな気がする。いや走ったらさすがにまずいか。瞬間的に火薬の効きなくなってるもんね。あ、だからこれで同桂って取って、で、桂馬打って、まあ桂馬なって、叩いたら上がったら金、叩いて玉なら角打てばいいか。
例えば銀打てば、角金までの詰めろになるけど、銀打った時に角打ち、もしくはここの角打ちを防ぐ方法としては、ここに銀ぶち込んでくんかな。いやいや、待て待て、ここに銀打つじゃん。で、角ここに打つ筋があるから、銀ここに打ったら角こっち側に打って取っちゃえばいいんか。これ取ったら、これより一手60秒の秒読みに入ります。取って取って、これ角打って避けたりしたらアウトよね。合駒も上から打てばいいから、これ取れるよね。でもし仮にこっちに受けたりしても金受けるから、これ取れるね。取れるよね。うん。それは後ろから。行けばいいんじゃないか。でここに金打てば逃げ場がないし取れないよね。よし、ありがとうございました。感想戦やっていきます。ということで、最後、まあ、この戦いは、昇段オリジナル対、居飛車、まあ、眼利系なのかなの戦いとなりました。最後は詰みだったよと。で、先手勝ち4手、5手。またこの辺もなんか詰みがあるみたいやけど、2三角、玉、角入って、で、あ、そうか、こっちに逃げたら金打って、
飛車銀なるとかでいいのかな。うん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 、2三角、まあ3三玉よね。で4四角取ったら金までで、いや、あ、金までか、金避けて銀やから、もし取ったら、金打って避けて銀までやね。で、あー、ちょっと行き過ぎだ。2三でこう取って、これ取るんじゃなくて避けたら、4三銀打ち。マジ？あ、4三銀か。なるほど、ここか。で、取って、まあ取って、まあ取るよね。取って、5三歩なる。そっち？ん？角なるは寄られるから、5三歩なるなこれ。5三歩なる4四で4三金打ち。ああ、なるほど。あえて取らせると。で、取らせて、金を尻から打てと。なるほど。で、下には行けんから取るしかないっていう話や。なるほどね。で、もし仮にこの段階で取らずに下に行っても金までやから。なるほど。これ11手詰めはさすがにちょっと、今はまだ難しいな。もう少しね、レベル高くなってきたらいけるかもしれんけど、これでも7手があるんか。4五角があるんか、これ。これ俺何したっけ？あ、ここやったね。4五角から、避けたら金までやから、こっち行くよね。4五角、こっち行って、3四銀打ち？え？取ったら金までか。だから取れないが、下がって、なって、こっちは金やし、まあどこに逃げてもまあ金までってことか。こっちやっても、寄って寄っていけばいいから。あー、なるほどね。詰むのね。で、あ、この手が敗着でもあると。まあまあ、この辺はずっといいんやろうね。ずっとよかったんやろうね。気になったのな。三三桂なる。確か、ここ、ここ。ここで、これさ、ここに歩打つ手あるやろ。よね、これで1000点ぐらい良くなるよね。うん。なんか間違えたかな。あー、ここのなんか仕掛け怪しかったな。これいっぺん上がってからでいいんじゃない？で、上がってから例えば一手パスしたとしたら、これ歩やったら、まあ、取ったら金があるし、で歩打たれてもさ、一遍下がっといて、という感じなんじゃないかなと思います。はい、ということで、今回は昇段オリジナル対、雁木型の戦いでした。もしね、気になる手があれば、コメント欄で教えてくれると幸いです。チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、お疲れ様でした。お会いそう。